あの最近僕がそのスーパーで気に入ってるバターっていうのがあってあの水牛のバターなんですけどモッツァレラチーズの味がするバターっていうそれが僕の最近のおすすめですはいあの九州でモッツァレラチーズを作ろうとしている人のブログっていうのは前にあってモッツァレラチーズっていうあの水牛の乳で作るあのチーズがあってまあ割と美味しいんですけどあの カプリチョーザじゃねえや <laughs> なんだっけあの僕が好きなイタリアンチェーン店のレストラン、まあそこに行くと食べれるんで結構あそこのなんだっけサ,サンプラザじゃねえやまあいいや誰かがコメントで書いてくれると思うんですけどそこのチーズあの、ね、安い割に美味しいんで、まあ、おすすめなんですけどでモッツァレラチーズって割と美味しいんですよでカプレーゼサイゼリアサイゼリアってあの安くて美味しいんでモッツァレラチーズ食べたいならおすすめなんですけどで あのでそこの,そのモッツァレラチーズを作るっていうのを九州でやろうとしてる人がいて水牛を一から育ててで牧場を作ったんだけど結局その病気が蔓延して全部殺すことになってそのモッツァレラチーズ作れなくなりましたっていうのまで記憶悪すぎじゃねすいません本当酔ってるんでね。っていうのでその殺すことになりましたっていうところでそのブログが終わるっていうすげえ切ないブログがあるんですよ。まだだ今もあるかかかどどうんかかんないんだけど最初ね 2棟とかから始めてるんですよその人そのイタリアかかなんかから水牛を輸入してで牧場で育ててでその子供が増えてみたいなちょっとずつ子供が増えてちょっとずつ牧場が大きくなって。 で知事が取れるようになってようやくモッツァレラチーズが作れるようになりましたって言ってでもそんなに量も多くないから借金も多いままですけどちょっとずつ増やして頑張りますみたいなところでその病気が来て全部殺さなければいけないことになりましたみたいなのでなんか「殺しましたで」でその、まあ、ブログというか牧場自体終わっちゃうみたいなっていうぐらいその本当にね大変なんですよ牧場って。なのであの僕牧場は進めないですはい。 マインクラフトに例えるんだ音楽で「ドナドナ」って歌があってな肉牛のがまだ楽かもねうんまあまあその生き物を育てる仕事ってしょうがないんだけどさうんなんだろうねいやあのその現在としてさやっぱり人間は肉食わなければならんのでその何か生き物を育ててそれを殺すっていう仕事は必ず発生しちゃうんだけど。 ほ、ね、他の人がやってくれてるから成立するわけで僕はやりたくないですよねはいすいませんと言いながら肉を毎日食っていますすいません皆さんチャンネル登録お願いしますここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてねそして他にもいろんな動画がありますそちらの方もご覧くださいそれではひげわでしたバイバイ